今日はクローバー歯科の院長大石健一さんからお話を伺います。おはようございます。はい、おはようございます。暑い夏、そうですね、はい、氷をガリガリ噛むのがね、私とっても好きなんですけれども、いい季節になりましたね、はい、ね、でもたまにすごい歯にしみることがあるんですけれども、そうですね、よくやっぱりそれでキーンってくるいうことでやっぱり来られる方もやっぱりいらっしゃいます ね。私も歯医者さんに行きますと、別に虫歯でも何でもないんですねとか、はい、これ知覚過敏でしょうとか言われて、はい、で、まあ、これでじゃあ歯磨きしてみてで終わってしまうんですけれども、あ、よくやっぱり最近いろんなコマーシャルとかで、はい、結構知られてるっていう知覚過敏ですね、虫歯とか虫歯がひどくなって神経の方にズキズキ響くっていう分じゃなくって、まあ、冷たいものとか甘いものとか、はい、風とか、そういうものの刺激っていうものでこう染みるっていう症状っていうのがやっぱり最近結構注目を浴びてるっていうか、結構みんな、はい、良くなってるっていうのはやっぱり聞きますね。ということで今日はこの知覚過敏についてお話を伺いたいんですが、はい、ズバリ知覚過敏ってどういう状態なんですか？まあ一時的にこうキュッと痛みが出るっていう、まあ、症状なんですけど、まあ、虫歯とかだったらもう飲むたびにもずっとくるとか、まあ凝ったりするのとズキズキズキっていう風にしてずっと痛みが発し続けるってことがあるんですけれど、はい、知覚過敏の場合は、まあ、そういう刺激があった時に、まあ、一時的になって、例えば水飲んで冷たい水飲んできましたと、はい、で2杯目飲んだらあれっていう、そういうのみたいな分が特徴というのは特徴になりますね。でそれは治療はどんな風にするんですか、知覚過敏？主には歯のこの表面と、あと、まあ、歯がちょっと削れたりとか、はい、長年のこう使ってたりで削れたりとか、あと、まあ、歯茎がちょっと下がっちゃって根っこの方が見えるとか、まあ、あと使いすぎで小さなひびが入ったりとか、まあ、いくつかちょっと理由はあるんですけれど、中の方にまでこう刺激が行きやすいような環境になったっていうのが、まあ原因としてよく言われています、はい、なんでそこのところに刺激がいかないような対策を取る、あるいは、まあ、そういう中の神経が過敏にならないように抑えるという、まあ、お薬を使ったりとかする方法が中心になってきます。例えば歯磨き粉なんかでも、はい、某歯磨き粉会社なんかでもやっぱりありますけれど、ああいうのは高ぶった神経ですね、それを薬用成分のマカリウムってあるんですけれど、それで収めて敏感になったものを徐々に沈めるっていう方法です、はい、じゃあその知覚過敏は、まあ、そういう歯磨きを気をつけたり、まあ、お薬で抑えるということで、あまりこうガーッて削ったりとかそういう治療はしないんですか？基本的にはまずそこまではしないですね。まずは薬とかあんまり削らない方法でまずやっていくのが、まあ中心になります、はい、例えば歯磨き粉だったら、まあ、お口の中もしっかりこう、まあ、塗るっていうかまぶすっていうような状態で、うん、4、5 分ちょっと置いとくとか、要するに染み込む時間をできるだけ増やしてあげて、はい、それを1週間2週間と、まあ、大体2、3週間ぐらいちょっとかかることが多いんですけれども、はい、まあ、徐々に引いていくっていうのを期待する方法、あるいは歯医者さんとかでそういう塗り薬を塗るとかいうことで歯の内部への刺激をこうストップするっていう方法があります。ただあんまりにもひどい場合は神経を取ったりすることもやっぱりあります。はい、そうなんですね。私も必ず同じところなんですよね、キーンってくるのが。あと、もう一つちょっと注意しなきゃいけないのが、もちろん知覚過敏も皆さんやっぱり染みるからって虫歯じゃないかっていうことで怒られて、よく見てみたら虫歯ないですよって言われて、まあ、知覚過敏じゃないですかっていうことってやっぱり言われた方もな少なからずいらっしゃるかと思いますけれど、もちろん虫歯で、実はなってたっていうこともあるんですけれど、あと噛みすぎとか食いしばり、歯ぎしり食いしばりとかで、まあ、ちょっとそういうような刺激に弱いような状態になっていることもやっぱりあります。そうですか、はい、その食いしばり、はい、ぐっとこう歯を、それって歯に負担がかかるので、はい、
何かこう注意する方法とかってあるんですか？そうですね、例えば私も時々やっちゃったりするんですけど、何もないのに例えば氷カリカリ噛むとかいうような、不用意にこうグッと食いしばったりするようなことはできたら避けた方がいいかなとか、あと頬杖とかやっぱりやったりするんですけれど、ぎゅーっとこう歯に負担をかけすぎる、食事とかだったら別にちゃんと目的があってするからいいんですけれど、別に食事も何でもないのにグーッとやったりするとやっぱりそこに負担がかかってしまうんで、そういうずっと圧力が加わると肌歯もやっぱりひびが入ったりとか、あんまりすごいことになると歯を割ってきたりするような方もいらっしゃいます。そうなんですね、はい、やっぱり自分の歯は大切にしたいですもんね。そうですね、やっぱり変わりがない、特に大人の歯は変わりがないんで、ですからもうやっぱりそれを大切に使う、あまり消耗すると、ピッチャーの方じゃないですけど、あ、壊れちゃったみたいな話になってくるんで、はい、不用意なこの力のかけ方、あるいはまあストレスでグーッと噛んでしまったりするんでしょうけれど、まあ、極力まあそういうような状態にならないように楽しく過ごしてもらえたら、なかなか難しいんですけど、過ごしてもらえたらなっていう。そうですね、寝てる時なんで、ね、自分で意識しないうちに歯を食いしばってたりしますもんね。そうですね、枕が高かったりしたらグーッとこう食いしばっちゃったりすることもあるんで、そういう時にはちょっと枕低くするとか、ちょっとタオルケットみたいな分でちょっと下げてみたらっていうようなアドバイスすることもあります。そうなんですね、はい、まあ、とにかくお口の中のことで困ったことがあったら、まずは先生にご相談するというのが必要ですね。そうですね、やっぱり主治医の先生やっぱり見られてあれっていう分でやっぱり気づくこともありますんで、まあ、そういう時はちょっとやっぱり本部ごとに相談してみるのも一つの手なんじゃないかなと思います。はい、さあ大石健一さんの、クローバー歯科なんですが、院はどちらにあるんでしょうか？伊勢ヶ丘の東消防署の、はい、前になります、はい。そしてまたクローバー歯科とは別に、実はエステサロンの方も。そうですね、旧院のところが開いてしまったというか、そこのところにですけれど、エステ店を入ってもらってやってもらってます。はい、東洋大そうですね、はい、場所ですね、はい、郵便局の近くになります。はい、今ちょうどオープンのキャンペーンとかそうですね、キャンペーンやってますんで、はい、ぜひご活用いただけたらなと思います。はい、お名前を教えていただけますか？はい、サロンの未来へと言います。はい、よかったらホームページの方もぜひ検索をかけてみてください。はい、よろしくお願いします。今日は大石健一さんから知覚過敏についてお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。